先輩、戦いの朝ですよ。可愛い後輩が起こしに来たってのに何寝てるんですか。何寝言言ってるんですか。いい加減にしないと条例に抵触する勢いでやっちゃいけない挨拶しちゃいますよ、テリア。ってこっちが抵触してるやないかい。なんで私と一緒に寝てるの。この変態。躊躇なく兄に蹴りを放つとは、さすがは本場ムエタイ帰りの女だよ。あんたはなんでいるのよ。ここ私の部屋。違うよカレン、ここ先輩の部屋。確かに言われてみれば。お兄ちゃん、私が眠っている間に自分の部屋に連れ込んでいろんなことしたのね。なるほど、我慢できなければ手近なところで済ますセクシャルモンスター、それが先輩という男ですね。それでこれ幸いとレイプしたらしいんです。はい、これ完全に入ってます。事後ですよ、事後。そうなんだ、私レイプされたんだ。お兄ちゃんのバカ、私の抵抗返して。でも正直なところ色気あったでしょ。普段から妹可愛いとか、カレンちゃんマジ天使とか呪文みたいに繰り返してたくせに。やっぱり。先輩だって泣いてるカレンちゃんの顔が可愛くてラブリーとか思ってたくせに。お兄ちゃんたまにちょっとうざい。そうかな、あたしなんていろんな人間から年中言われてますけど。弟子、お兄ちゃんはいつもかなりうざい。大丈夫ですよ先輩、こいつちょっと乳がでかくなって調子に乗ってますけど、本当は隠れブラコンなんで。スズ、寝言は寝てから言えば。へへ、本当は私に感謝してんだろ、このお兄ちゃん大好きっ子め。なんならすぐにでも地面に寝かせてあげるけど。先輩、妹さんが冷たいです。これがツンドラというやつですよ、きっと。残念見ない間にスズはますます残念になった。なんで上から目線なんだよ、同い年のくせに。そっか、忘れてたけど鈴と私って同い年なんだよね。そうですけど、何か問題が。別にない。いや、やっぱあるわ。私の胸見て言ってんじゃないよ、この隠れブラコン。対談のガイルのパクチーマニア、あれやべえ薬の匂いがするんだよ。私のソウルフードをバカにすんな。もう付き合ってらんない、私先に行くから。それじゃあ先輩、私日直あるんで先に行きますね。おいおいおい、大変だぜリク。食品室の前を通った時に小耳に挟んだんですけど。
うちのクラスに転入生が。やってこないんですよ。だから転入生がやってくる予定だったんだけど、途中でいなくなったってこと。その説明じゃ絶対わからんぞ。私と先輩は心のホットラインでつながってるから大丈夫だと思ったんです。どう見てもつながってるようには見えんよな。まあ先輩ったらシャイボーイなんだから。そんなことじゃ女の子の恋愛シグナルを見逃しちゃうぞ。じゃあ私最近体のことで悩みがあるんですけど、それが何か当ててみてくださいよ。正解。やだ、もしかして先輩って私のストーカー、以心伝心しちゃってるの。いやいやいや、それ誰でもわかるだろ。じゃあもしかして先輩って私専用のエスパー。もう心で通じ合ってるレベル超えちゃってるよこれ。はあ、いやでも変な話なんだよ。職員室で先生に挨拶した後で唐突に姿を消したらしいぜ。な、気になるだろう。何？一体どうしたんだよ、そんなに慌てて。さっき、スズから転入生が消えたとメールがあったんだけど、本当なの？あ、本当らしいっすよ。俺もさっき先生が騒いでたのを見たし。そう、だったら、あれは本当に人違いだったのかしら。それで行方不明か。彼女には、悪いことをしちゃったわね。もしかして何か知ってたりして。実はね。あ、いや、今はやめておこう。いずれは知ることになるだろうし。それじゃ、しっかり勉強しろよ、諸君。何だったんだ、今の。リク、今日バイトないって言ってたよな、お前。ああ、そういやそんなこと言ってたっけ。クラスの連中とモンパンしようって約束なんだけど。お前も頑張れよ。